皆さんこんにちはレック専任講師の友嗣ですさて今回は独学教室どこでも卓研師虎の巻のですね、えー、講座紹介を20分ほどさせていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いします さてえ、まずですね、今回、えこちらの独学教室というですねえ、こちらの講座なんですけれどもえ、どういうものなのかというところからお話をしていきたいと思います。でこちらは独学教室ということで、あくまでメインは独学というふうになっております。でその独学のサポートをしていこうというのがですね、この講座の趣旨というふうになっていきます。 では通常の講座と何が違っているのかということなんですけれども通常の講座ですと。 すべての分野を基本的には扱って、で、その中で試験によく出てくるところ、重要なところ、ここは重要ですよ、しっかり押さえておいてくださいね、というところをですね、えー、話していくっていう形になります。ですので、まあ、大事なところであればあるほど時間も使っていきますし、えー、まあうーん、ちょっと理解しにくいところも時間を使っていく、まあ、そういうようなあ形になっていきます。 ですが今回はこれ独学教室主に独学ということでございますのでその独学のサポートというところですので基本的には独学をしていただくというのが、えー、キースタンスというふうになりますのでよく出てくるところであったとしてもこれ本を読めばなんとかなるだろうというところは思い切って割愛しています。ですので、すのこれ 気をつけていただきたいのは、例えばこう、長々扱ってるから試験に出やすい、えー、まあ、飛ばしたから試験に出にくいという性質ではないというところは、まず最初にご理解いただきたいというふうに思います。もう本当に試験によく出るぞというところでも、まあ、読めばわかるだろうというふうに思ったら、もうバッサリと、えー、そこのところをですね、えー、省略して、で次に行くということをしております。で、独学では理解しにくいところ、まあ、追加の説明があった方 方がいいところえそういったところを中心にお話をしていく講座だというところはまずご理解いただければというふうに思いますでまぁ、あ、例えばですね独学でやっぱりやっていこうっていうふうにしますと一番陥りがちなのが暗記に偏るというところなんですねで結局これを覚えればいいんでしょ というところまあもちろん暗記をしっかり覚えるべきところを覚えておかないと点数が取れないそれは事実としてはあるわけですね。ですがその理解をしないままでとにかく暗記というふうにしてしまいますとこれ応用力が全く効かないということになってしまうんです。 でこれは理解と暗記といいますのはちょうど車の両輪みたいなものでどちらかかが止まっっているとやっぱり動かないんですねえ両方がちゃんと回っていて初めて前に進むことができるそういったものですので。 その理解と暗記の中で独学の人がやはり暗記というところに偏りがちなのでその理解というところをしっかりとですね、えー、やっていただきたいそのためにじゃあここの仕組みっていうものはただ丸暗記ってなってくるよりもしっかり理解して押さえといた方がいいですよねっていうところをですね中心にお話ししていく、まあ、そういうものなんだということはご理解いただければと思います。で 例えば暗記ものであるとするならばですね、これテキストなんですけども、まあ最初権利関係とはとかですね、まあ権利関係の学び方とか、えー、出題傾向みたいなところが、まあテキストに載っております。まあこういうところをしっかり見ていただきまして、まあ本編に入っていきますと、じゃあ最初詐欺脅迫だな、ね、えー、じゃあまあ、えー、ね、これ赤いところだけ押さえればいいんでしょう。 ね赤い部分が重要なんでしょううんまあもちろんそうなんですけれどもそうなんですけれどもやっぱりそれだけではないんですね、えー、しっかりやっぱりこの文章ねあるわけですから押さえておいていただきたいわけですでまあまとめのところとかもあります例えばですね、えー、こういう虎の巻みたいな感じで、えー、まとまっておりますもちろんこういうところを押さえておいていただきたいもちろんそうなんですもちろんそうなんですけれどもじゃあここをじゃ例えばね、えー、詐欺の場合は当事者間で でででの効力は取り消し全員第三者に対抗できない脅迫の場合は当事者間での効力が取り消しで全員の第三者に対抗できる第三者による詐欺脅迫の場合はっていうふうに何も分からずにじゃあこれを覚えればいいんでしょっていう風になってくるとまあ応用力も効きませんしまあそもそもこれあの後で問題とかもやっていただければわかるんですけど問題すらやっぱり対処することができないだからそこら辺はちゃんとこちらの前のところを見ながら仕組みも理解していただきたいと。 いうふううふに思うんですねでそういう勉強っていうものをまずは、えー、徹底させていただきたいただ暗記をするというだけではやっぱり、まあ、厳しいというところがあります。まあ、せっかくこうやてて文書いてあるわけですからねということでテキストをまずそういうふうに使っていただいてじゃあここの部分読めばわかるだろうというところに関しましては、えー、読めばわかる単元に関してはもう飛ばしていくと。 で、えー、これ読むだけではちょっとね、えー、理解が厳しいかなというところもしくは、えー、追加でこういう捉え方をしておくといろいろ応用が利きますよっていうところそういったところをですね、えー、話していければいいかなというふうに思っております。ではですねはい最初のところちょっと見ていきましょうか。 えー、テキスト、今お手元にあります方はですね、えー、2ページのところを見ていただければと思います、えー。テキストが今お手元にないという方はですね、画面の方をこちら、えー、映し出しておりますので、まあ、この画面の方を見ていただければいいかなというふうに思いますけれども、この2ページ、権利関係とは、権利関係とはこんな科目ですよというふうに書かれておりますが、まずですね、こちらご覧ください。はい、えー、今、 チェックが置いてあるところですね売買契約は意思表示の合致により成立し書面の作成は不要であるというふうに書いてありますね売買契約ってどうやって成立するんですか意思表示の合致によって成立するんですよ書面の作成っていらないんですよはいこういうところが書かれております で、これなんですけれども、例えば売買契約は意思表示の合致により成立し、書面の作成は不要であるって書いてあるんですけど、じゃあこれが、まあどのぐらいの重要度を持っているのかっていうお話なんですけれども、まず、じゃこの観点が試験に出るか出ないかというところでお話をしますと、出ません。はい。多分出ません。 えね、売買契約は何によって成立しますか答えは意思表示の合致ですとか、ねえー、売買契約に署名は必要ですかいいえ必要ありませんとかそういったものが出題されるということは、まあ、可能性としては低いです。じゃあこれ出ないから飛ばしていいのかっていうとそうもいかないんですね。 でここでやっぱりまた押さえといていただきたいところが、まあ、試験に出るからやる試験に出ないからやらないっていうこの考え方で勉強すると結構危険だったりするんですね。でどういうことかと言いますと例えばそうですね、まあ、じゃあ中学受験をするとしましょう。中学受験をするって言った時にじゃあ掛け算の区区区って出ますかね 3×1、はい、はいくつですか3ですとかですねまあ多分出ないですよねそう、えー、もっと難しい問題出ますよね普通にで。そうすると じゃあ掛け算の句なんか出ないから掛け算の句なんか勉強してもしょうがないじゃないか句なんか知らなくたっていいんですよっていうのはそれは違う話ですよねもちろんその句を知らないとその先の難しいものって一切解けない,解けないわけじゃないですかまあそれと一緒なんですよね。その出出るるからやる出ないからやららややなないいではなくて出ないところでもその理解するための基本になってる部分っていうのは結構多いんですよ。 でここはそういったところだというふうに押さえておいていただければいいかなと思うんですけどもこれまあ、ちょっとですね、えー、ですのでこの独学教室の第1回の講義でも結構ここは時間使って説明をしているんです。でちょっと、えーね、せっかくの機会ですからこちらお話をしていきたいと思います。 まずですね、ご覧ください。売買契約は意思表示の合致により成立ってのはどういうことですかっていうと、例えば売り主 A さんがね、ねこの家を売りたいというふうに言いましたと。で、売りたいあ売りたいというふうに思いましたと。で、売りたいと思ったので、それを売りますというふうに、まあ、この人の意思、気持ちを表示表に出しました。ね A さんが意思表示をしましたと。 ね、でそして B さんも B さんの方で飼い主も飼い主の方で、ね、このお建物を買いたいなというふうに思って買いますという意思表示をしましたと、ねえー、売り主が売りますと飼、えー、い主が買いますと、えー、いうふうになりましたこれで意思表示が合致したというふうになるわけですね。でこの瞬間に契約売買契約というのは成立していきますよということになるんです。 じゃあこの売買契約が成立するのに書面は必要ですかって言うとまあ特には必要ありませんよねってことになります例えばこの売買契約なんてまあ普段買い物してればね一、えー、日に何度も何度もやるものじゃないですか例えばコンビニでジュースを買いますって言ったら、これだって例えばコンビニがね、えー、売りたいと思って売りますという意思表示として商品を陳列しているわけですよねで。えー 買う側もですね、えー、買いたいというふうに思って買いますという意思表示でレジにそれを持っていくわけじゃないですか、まあ、そういうことによって成立しますけれどもそこに契約書って作ります、ね、コンビニにじゃあ例えばレジにねジュースを持っていった瞬間に、ね「いらっしゃいませ」 それではまずは売買契約の契約書の作成から参りたいと思います。えー、当コンビニエンスストア、かっこ以下、コートするは、は、えー、友次政宏、かっこ以下、おつとすると、と、えー、ジュース1個に対する売買契約を締結した第1章とかで書きますか書かないですよね。そう、書かなくても売買契約は成立しますよね。はい。えー、ですので、書面の作成というのは不要ですよということになりますと。 で、そして、その売買契約が成立するとどうなるんですかって言いますと、売買契約が成立すると、債権債務が発生しますというふうに書いてあります。で、この債権債務が発生しますというのはどういうことですかって言いますと、売り主さんは売りますというふうに言ったんですから、その約束はちゃんと守りましょうと。ね。売り主さんは売りますというふうに言ったんだから、ちゃんとその、ね、家を 相手に引き渡さなけければいけないといなとう義務が発生しますよね。でそういう義務のことを債務というふうに言うんですけれども飼、はい、い主もやっぱり買いますというふうに言った以上約束はちゃんと守ってほしいわけですよね。えー、ですので、えー、お金を払わなければいけないという義務が発生するわけです。ね、ですので、えー、売り主は、はいえー、建物を引き渡すという義務が発生して飼い主はお金を払うという義務が発生するわけです。で 言い方を変えると,言い方を変えると売り主はその建物を引き渡さなければいけないということはつまり飼い主からすればねえねえ引き渡してよ渡してよっていう権利もあるわけですよね。そうで飼い主はお金を払わなければいけないということはそう売り主はねえお金払ってよっていうふうに請求する権利も得てるわけですよね。でで、ですのでここ債で権。 とというものがあ出ますよとね債権って要すするに権権利のことです債権は権利債務は義務ですからね、えー。ということで売買契約がまあこうやって成立をすると売り主・買い主双方に、えー、債権と債務が発生していきますよっていうそういうお話になっていくわけなんですよ。ままずここでこの内容をまず理解することが、まあ、ファーストステップといえばファーストステップなんですね。 でそれは何でかっていうと、まあね、売買契約というものは意思表示の合致によって成立をしますそして書面の作成は不要ですそして約束をしたんだからその約束は守らなければいけませんよっていうのが原則で,でこの権利関係ってまずそこの例外的なお話っていうものが、えー、主になってくるわけなんですね。 これの今の話の例外的なお話が結構まあいろんな単元で出てくるのでだからちゃんとその大元の原則を押さえておいてほしいんですだって原則を押さえて例外っていうのがあるわけじゃないですかまあ具体的にどういうことかっていうと約束は守らなければい,けないでもじゃあその約束自体に問題があったらどうなんでしょうって話なんですよ例えばねえー、騙されて契約しました脅されて契約しました ね、それでも守らなければいけないんですかっていうのが、まあ、一生の意思表示の基本的なあ、ね、スタンス。でそして約束は守らなければいけないでもじゃあその約束した人に問題があった例えば、ねえー、まだ判断力のない子供もが、ねえー「じゃあ、えー、うん」っていうふうに言いましたと、ね「言ったんだから守れ」って言うんだったら、えー、それはちょっとかわいそうになってきますよね,ねそれでも守らなければいけないんですかねっていうのがこの制限行為能力者のお話ですよね。 で約束は守ららなななければならないでもじゃあもし約束を破ってしまったらどうなるんですかってのがこちら6章の例えば債務不履行ですね。債務やらなければいけない義務を不履行やってないってことですからね。で例えば 売買契約に書面は必要ないね契約に書面なんか必要ないんです口約束でもね、えー、立派にねちゃんと契約って成立するんですよでも例えば保証みたいな、えー、重大な契約それはやっぱり書面でやっといた方がいいですよねうん契約ってのは意思表示の合致のみで成立して書面は必要ないのが原則なんだけどもやっぱり保証は書面でやっとくべきですよねという具合にですね。 今の話の例外的なものっていうのが結構出てきますのでそういう意味で、まあ、今のところが一番根本になるわけですですのでしっかりそこはちゃんと押さえておいていただきたいということになるわけですねではちょっとその意思表示の最初のところだけでも見ていきましょう、はい、さあ売買契約は意思表示の合致によって成立します、えー、書面の作成はいりませんこれがまず原則ですよねでは はい、テキスト4ページのところです、はいまあ。もちろんテキストをお持ちでない方は画面の方を見ていてください。意思表示、詐欺脅迫というところで、まあ、じゃあ例えば1番、土地を騙し取られたらというふうにありますけれども、はい、例えば A が B に騙されて土地を売る契約をしたとしますと。 ですから B がですね詐欺師だったわけですよねで B が詐欺師で A をだましたんですまあ何と言ってだましたのか知りませんけれどもね例えばじゃあこの土地もうね多分相当値下がりすると思うよと今のうちに売っといた方がいいんじゃないのみたいな感じで多分 B がだましたわけですよでそれで A がですね「そうなのだったらじゃあ売るわ」って言って「B さん買ってくれる売るわ」っつって言いましたと。 でそれに対して B はう分かった買うわって言って、えー、ね、えー、言いましたと。はい、売ります買いますの意思表示が合致したわけですよね。そう A は売りますって言いました。B は買いますというふうに言いました。ですので意思表示は合致しています。意思表示は合致しているのでこの契約有効か無効かというふうに言われたら有効なんですよ。 ですよねだって意思表示合致してるとあの原則にはちゃんと当てはまってますから契約が有効か無効かというふうに言われたら有効なんですじゃあ有効だから守れというふうになるとそれは騙された A さんがかわいそうですよねそれは騙された A さんがかわいそうなのではいしたがって A はこの契約を取り消すことができて取り消すと契約は始めからなかったことになっていくということになってくるわけなんです そうだからこれもしもですよはいこの AB 間の売買契約は無効であるというふうに出てきたら答えは「ツになるわけですよ無効じゃないですから有効ですからねで、えー、無効ではないでもそれじゃあ有効だから守れっていうのはかわいそうだからだから有効だったものをなかったことにする、ね、そういう制度として取り消しという制度を作ったわけですね。 えですのでその取り消しというものをすると取り消すまでは一応有効なんですけれども取り消しをすることによって契約は初めからなかっったことになななていくわけなんです。なのでこれよく言われるのはその無効と取り消しって違いますよと。 無効、ねえー、というのは初めからないということそれに対して取り消しというのは取り消すまでは一応有効で取り消すと最初からなかったことになりますよまあ結論はそういうことなんですけれどもじゃあ何、えー、でそういう差が出てくるのかっていうと、うん、そういうことで売買契約が成立してるかしてないかっていうところにも関わってきます。 で例えばこの第1章の意思表示や、まあ、特に第2章の制限行為能力者で多いんですけれども無効と取り消しをまあ逆にするそういう問題も結構出てくるんですね。 えー、まあだからそれはまあ結論だけ覚えて例えば詐欺脅迫の場合は取り消しでね錯誤の場合はうんぬんかんぬんとかね維新、えー、無能力者の場合はこうだよとかって、えー、一個一個覚えていってもいいんですけれどもまあていうか覚えなければいけないんですけども先ほども言いました通りただ覚えるっていうだけだとやっぱりそこら辺は弱いんですよ。 そういうい時に、じゃあなんで取り消しなのか何で無効なのかというところをちゃんと押さえておけばまあすっと記憶にも入ってきますし忘れにくくもなってきますしで、あとはこういう発想をちゃんと持っていれば特に権利関係なんかはそうなんですけども見たこともないよって。 っていう問題が出てきた時にじゃあこれはどういうものなのってのは結構その場で考えて解いていかなければいけない問題ってのも出てきたりしますでその時にその場で考えてって言っても考えるための元がないと ね、そもそもだから何で有効なのか何で無効なのかとかですね、えー、そういったことを理解しながら学習していないと例えばじゃあ試験会場で考えてくださいって言っても何を考えればいいのかが分かががわらなくなくくっってててしまうってところが出てくるわけですよねでそういったところはやっぱり独学の方っていうものは結構ないがしろにしちゃう方が多いのでそこは 例えばまあ試験に出るか出ないかっていうレベルのところではなくてじゃあ未知の問題に対処するためにこういう考え方って理解しておく方がいいよねっていうふうになったらやはり講義ではやっぱ扱っておきたいわけです。ね だからじゃあ逆にじゃあここはまあ別に理屈もなくてまあ覚えるだけで点数取れるわとでそこがよく出てくるわっていう風になってたとしてもやっぱりそこはもう読めばわかるところですからじゃあこの章に関してはちょっと読んどいてくださいでは次ですっていう風に飛ばしていくというところも出てきます。 まあ一応そういう形でですね講義をやっておりますので是非ですねこちらの独学教室ご検討いただければと思いますそれではですね短い間ではございましたけれども今回はこの辺にて終了させていただきたいと思います最後までご視聴頂きましてどうもありがとうございました